きりじゃん。雪平くん？おお、何してんだなぎり。いえ別に、ただ涼んでただけで。雪平くんこそ。あ、いや俺はまあなんだっけ。なにそれ。お前って笑ってた方が別品だな。何を。いやだってお前いつもプリプリ怒ってるイメージしかなかったからよ。それは主に君のせいです。でどうなの、海の家の守備は。まだ1円たりとも売り上げがないようだけど。はあ、そうなんだよ、やべえよな。けどさ、やっぱ大人数でわちゃわちゃ仕事するのって燃えるよな。実家で家族みんなして調理場立ってた頃を思い出したわ。忙しいのに親父と母ちゃんが言い合いしたりしてよ。そう、お母様も厨房に。あの斎場様と並び立てるのだから、さぞ優れた料理人でいらしたのね。いやそれが全然、料理ド下手でさ、おまけにガサツだし口は悪いしよ。そうなの。まあ楽しい母ちゃんだったけどな。いいわね、そんな風にお母様のことを語れて。あ、そんなことより頼むわよ、期末試験。おお、きっちり合格してちょうだい。ああ、そしたらすぐお前に職役を挑んでやっからな。上等よ、かかっておいでなさい。返り討ちにしてあげるわ。総帥になっても変わんねえなお前。何よ。